どうも、6周年記念杯準優勝、7周年記念杯3位、8周年記念杯ベスト16位のアルテマンです。さあ、今日の動画はスラキャンサーをレビューしていきたいと思います。早速見ていきましょう。スラキャンサーの強さを見ていきます。なんといっても身の守り最大ヒットポイントがめちゃくちゃ高いというのが特徴です。力も185ありますので、攻守に優れたモンスターだと言えるでしょう。スラキャンサーの魔物スキルを見ていきます。まずいきなり巨大な爪で威圧ですね。自身にスピオキルトをかけながら魔物スキルのチャージタイム 15% 貯めて敵全体の攻撃力を下げると。しかも 50% の確率ということで、非常に高い確率で相手の攻撃力下げられます。でこれ似たようなスキルが荒船ですね。荒船が 35% で相手敵全体のね、まあ、素早さと攻撃力をね下げるよっていう効果があるんですけど、それと比べても非常に高い確率になってます。なので2体荒船とねスラキャンサーを2体並べて使うのも面白いかもしれないですね。で魔物スキルがねチャージタイム 15% 溜まりますので、まあ、初動で確実に出るのはこの巨大な爪で挟むというスキルになります。 450% の攻撃で会心判定があって、発動後にスカラとマジバリが自分にかかります。でさらにこれ吹雪の追い打ちも持ってます。なので、まあ、何らかでね、コンボをして、巨大な爪で挟んで、吹雪の追い打ちで、まあ、一人ね、倒そうというようなチームを、まあ、組めなくもないのかなという感じです。この吹雪の追い打ちが、なんかこう、キメラのね、持ってるスキルと同じなんですけど、ちょっと威力が高いような気がするんですよね。ちょっとわかんないですね。で、あとは、守備力。ね、上昇効果が凍てつく波動で消されないよという非常に強固な守りをね兼ね備えておりますが、これ闘技場長くやってる方はお気づきの点があるかもしれないんですけど、ここのねレベル10のスキルラインのところにブレス軽減がね、ブレス軽減カットがないんですよ。なので、まあ、スライム系って闇ブレスに弱いので、魔性の嵐のダメージがフルで直撃します。それがまあどう出るのかなというところですね。であとはピンチスキルも一応ね持ってまして、ピンチに激しく暴れる、これすごい量のテキストなんですけど、まずこれで自分のヒットポイントがピンチ状態になると何が起きるか、まずはヒットポイントが回復します。でスカラとバイスとマジバリがかかります。攻撃特技のチャージタイムが 15% 溜まります。敵全体が 55% の確率で点灯しますですね。めちゃくちゃ多すぎ効果盛られまくってます。でこの攻撃特技だけなんですよね、チャージタイムがたまるの。なのでスキルを発動順を考慮しないと、この攻撃特技のチャージタイム 15% を貯めるっていうところが、まあ、ちょっと無駄になってしまう可能性もありますので、まあ、この後ねスキルの解説するんですけど、まあ、スキルの編成にはちょっと注意していきたいなというところですね。スラキャンサーのサブスキル見ていきます。スラキャンサーは爪専用スキルをセットできます。爪といえば新戦火烈光剣とか、まあ、あとはまあ13秒のスキルとかでね、いろいろあるんですけれども、まあ、それをセットしてしまうとピンチスキルで攻撃特技のチャージタイムが溜まるというお話したんですが、それの恩恵をうまく受けることができない可能性がありますので、まあ、今マガツドリの爪というものが出てますので、あ、このために使うのかというように思いました。なので、まあ正直、マガツドリの爪出て、いらないかなって思ってたんですけど、あ、そんなことないわ、いるわって思って、今考え方が変わってます。まあ暴走鳥雷を先に撃って、で、攻撃特技を発動するという流れになってます。まあいずれにせよ、巨大な爪で挟むを初動で発動した方が、まあスラキャンサーらしく戦えるかなという感じがします。まあそれを無視してね、あの巨大な爪で挟まなくていいよ、早く敵倒せよっていう方は、ここにシューティングレイをつけても、いいと思います。シューティングレイで、まあ追い打ちまでね、発生した後にちゃんと、高校色吹雪の追い打ちが発生しますので、まあ、そういった意味でも、これ純粋にするとね、まあ魔物スキルが単体攻撃なので、シューティングレイの発動を阻害しません。なので、まあ純粋をつけて、しまうのもね、まあ一つの手なのかなという感じはします。スラキャンサーの耐性を見ていきます。まず属性耐性ですが、ジバリア、ドルマ、エミブレスに弱いということになってます。まあこれはスライム系がね弱いところなんですが、まあドルマといえば
まあ、ジンギパープルロータスとかね、あとジバリアといえば、まあ、第一列弾とかだと思うんですが、まあ、そのあたりは自身でね、バフがかけられるので、そこまで痛手にはならないというか、ワンパンされて、何もできずにワンパンされるっていうことはおそらくないと思うんですが、闇ブレスをはじめとするね、まあ、ブレス軽減がこれついていませんので、高いダメージを食らうことになります。で、状態異常耐性ですが、幻惑耐性がね、20丸なのが素晴らしい。これね、こっちの攻撃が幻惑になってしまうと通りにくくなってしまうので、まあ、スラーキャンサーはね、冥界のブレスとか、まあ、刺そうと思えば刺せるんですけど、なかなかスキルのね、発動難しいかと思いますので、まあ、必中の攻撃がね、自然とまあセットできないということになりますので、幻惑耐性があるのは嬉しいですね。あとは、ま、ざっと見ると、ま、CD 減少耐性もあってよくて、ま、点灯耐性もね、あるし、何気にね、麻痺耐性あるのがありがたいですね。リンゴがね、非常に厄介なモンスターなので、リンゴに対しても、ま、向かっていけるということになります。それでは、ま、スラキャンサーがね、戦っているところを見ていただきましょう。ということで、スラキャンサーレビューしていきました。スラキャンサーのまとめです。まず特徴が3つでありまして、1つは物理攻撃に強い物理アタッカーということになります。ちょっと何言ってるか分かんないですね。で、2つ目はですね、ピンチの点灯が非常に強いと。ピンチスキルの点灯が強いねということですね。点灯耐性、まあ、カンダタ、ね、昔のカンダタとね、やり合ったことがある人は分かると思いますが、点灯ってすごく恐ろしい状態異常なんですよね。なので、その点灯を付与できるスラキャンサーは非常に強力なモンスターであるということですね。で、三つ目の特徴。まあ、ただし、ブレス攻撃には極端に弱いよというのが、スラキャンサーの欠点ということになります。まあ、ブレス攻撃、個人的にはね、あんまり魔性のブレスを、3積みとか4積みするパーティーって、あんまり強くないって思ってるんですけど、まあ、そういうね、パーティーには、まあ、注意が必要だなというところが、スラキャンサーの注意点だと思います。で、まあ、先週ね、まあ、先日の8周年記念杯から、まあ、ちょっと闘技場たまにはね、やってもいいかなと思った方は、ぜひね、スラキャンサー、そして、キングモンモン、これ取ってみてください。確実にインフレが進んでいます。なので、まあ、今更というね、言い方をしてはいけないんですけれども、まあ、天竺とかね、まあ、マンドラゴラとかを取るよりかはね、まあ、未来への投資ということで、新機軸のモンスターを取っていった方が、個人的にはね、いいのかなと思います。では、今回の動画は以上で終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。